はい、今回ですけれども、つむつむフェスティバルで、トラベルエルサーが、登場しましたので、まあ、新つむとしてね、まあ、ちょっと使っていきたいと思います。で、こちら、はい、アナと雪の女王2というところで、本日ね、11月22日、いい夫婦の日にですね、上映されたんですけれども、まあ、自分ね、見に行ったんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。そのね、まあ、感想みたいな動画も出そうかと思ってるんで、まあ、出した際はね、ぜひ、見ていただきたいです。で、今回はね、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、いくつかの種類を、まとめて消すっていうことで、消すツムの数が1種類か、1種類となっております。なんで、スキルレベル上がっていくごとに、多分、増えてくる。でもさ、スキルレベル6になったらさ、何種類になるんですかって話じゃないですか。5、4使えば4種類しかなくなってしまうので、そしたらもう全消去みたいな感じになっちゃうんで、なんか、ここの、あれが、なんか、あれですよね。いくつかの種類のツムをまとめて消すっていう、なんか表記が、新しいので、まあ、なかなか新しいスキルなんじゃないかなと思います。でスキル演出とかも まだ全く見てないので、まあ、ちょっとね、その辺も楽しみにしておきたい。で、このツムがもし強かったら、あれですよ。ね。ツムの、LINE のツムツムの方でもし来た時にね、まあ、かなり期待できるツムとなるので、はい。その辺が、はい。ね。ということで、とりあえず、新ツムを使っていきたいと思います。遊ぶ。光で。まあ、とりあえず、54とコイン使ってやってみましょう。多分これめっちゃやりづらいんですけど、まあ、例のごとここに三脚があるんですけどね。超見づらくない？これ。これ超見づらくない？このさ、フェスミニーと、フェスミニーが、フェスミニーとかさ、マリーとか、白っぽいのが多すぎてめちゃめちゃ見づらいんですけど。てか全然スキルたまんない。そう、スキル演出は。おー、なるほどね。スキル演出めっちゃ短いんですけど、スキル演出の、あの氷が、ちゃんとね、アナ雪2の、出てくる、氷と同じで、これどういう氷なのかっていうのを説明してしまうと、ちょっとネタバレみたいな感じになっちゃうんで、まあ、紹介はしないんですけど、まあ、ちゃんとね、アナ雪2を、まあ、意識している、まあ、スキル演出になってるかなと思います。まあ、強いかどうか、どうなんですかね。スキルレベル1だと、恐ろしく使えないかもしれないですけど、これがスキル満になったらどうなのか、というところはありますよね。あと一回ぐらいスキル使いたいけど、間に合わねえ。はい。という感じとなっております。まあ、スキル演出は良かったですね。はい。一応こんな感じで。はい。で、ちなみにね、トラベルエルサも、エルスね、アナもね、登場してるんですけれども、こちらも使っていきたいと思います。まあ、ちょっと一つの動画にね、したいと思います。トラベルアナとトラベルエルサをね、両方とも。はい。で、本当はね、溶けないオラフもね、いるんですけど、決まったね、上映場所でしか、もらえないらしくて、はい。それがね、まあ、静岡だと、まあ、自分が住んでる地域だと、もらえないと。いえ、なんで今消せんかった。スイッチね、めちゃめちゃ謎みづらいんですよね。ちなみに、最近もう全然ツムツムの、スイッチ版のツムツムの方は全然やれてなかったんですけど、
斜めライン消去。おー。てか、まあ、この、アナも、演出がね、まあ、ちゃんと、ね。アナ雪2で登場してくるアナの、まあ、演出とね、演出をちゃんと意識しておりますね。ちゃんと剣を持っております。おー、いいですね。これジャイロ効くんかな？ジャイロ使ったことないんですけど。あの位置だとジャイロ関係ないかな、やっぱ。なんかそんな感じがしますね。終わっちゃった。ということで、これはトラベルアナですね。まあ、これが強いかっていうと多分強くはない。スキルレベル1だと全然使えないんですけど、いやー、本当にね、アナ雪2はね、面白かったんで、ぜひ見ていただきたいです。で、まあ、解けないオラフは、ちょっと手に入らないので、ね、ちょっとどうしようかなと思って。普通のオラフ持ってたら、普通のオラフ使ってみようかな。まあ、使ったことないんで。と言って持ってないパティーンですか、これは。あ、たたたたた。斜めライン上に消すんですけど、ね、つむつむ、つむつむ、つむつむ、はい。ラインのつむつむの方で、まあ、同じ感じなのかなと。多分、斜めに転がってくる演出なんですけど、つむつむライン、つむつむライン、スマホ版の、つむつむは、やばい、なんか野獣がいると野獣を消したくなってしまう。あとかも野獣を使ってる感じになってしまう、これ。さあ。あー、もうほぼ一緒ですね。ツムの、ツムが変わってるんかな？なんか転がってくるのは一緒なんですけど、転がってくるツムの、ツムがなんか全体のようになっている感じですね。スマホ版は、もうほぼほぼ、なんていうんですかね、なんか雪だるまの頭の部分だけしか転がってこないみたいな、そんな感じの演出だと思うんですけど、ツムツムフェスティバルの場合だと、一応体全体が映って転がってくるみたいな。感じの仕様になってますね。ちょっともう一回使いたいんだけど。OK。フィーバーいった。はい。という感じで、まあ、ほぼほぼ、演出もほぼ同じで、まあ、性能は、まあ、こんな感じとなっております。まあ、強くもないですね。はい。まあ、という感じで、一応ね、新ツムとしてはね、まあ、解けないオラフがいるんですけど、ちょっとオラフ持てないので普通のオラフを使ったんですけど、まあ、その解けないオラフと、トラベルアナ、トラベルエルサがね、本日より登場しておりますので、ツムフェス持ってる方はぜひ、使ってみてください。で、はい。ツムツム、スマホ版のツムツムでね、もし復活するとなったら、またこの辺、パックマンの時みたいに仕様が若干変わってくると思うので、もしかすると、その辺で期待していいのかなっていうところが、まあ、あるかなと思うんですけど、とりあえず新ツムでね、アナ雪がまた今度出てきてくれることを、まあ、祈っております、私は。はい。という感じで、まあ一応今回はね、これで、まあ動画を終わらさせていただきます。
で、はい。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いします。はい。ということで、本日は動画を見ていただきましてありがとうございました。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。